まだワンルームは出始めだったんでしょうか。四谷三丁目に大手のね会社から買ってて、そこはまあ結構運用良かったもんですから、同じかなと思って買ったのが2010年の9月28日ですね。バルガイですかね、2つ買わされてしまってるというのがね、実は特徴的なんですけど、2320万と2300万で4回と5回でした。全部フルローンです。金利がですね 3.55 で、はい、借りてます。35年のローンでパッケージで買ってます。と方南町駅ですか、ワンルームです。22平米ほどですね、新築ですね。利回りは計算したんですけど悪いですね、4点台だと思います。グーマンションの購入時期は平成20年2月です。エリアは、東十条っていうところです。購入価格が諸費用込みで2250万円、借り入れ額は10万だけ自分で入れて、あとは借り入れです。金利は 3% ぐらいです。借り入れ期間は35年で、あと間取りは 1K っていうやつで25平米ぐらいですね。駅徒歩は5分ぐらいで、築年数は新築でした。で、利回りは今計算すると 3.8% ぐらいです。購入時期ですね、これが2015年11月です。で、エリアが東向こう島ですね。購入価格が、2480万でしたね。借り入れがフルローンを組んでいて、でその時僕もですね、なんか10万入れてるんですよなんか手付け用10万みたいな形で入れてて、なんで2470万を借りてて、で諸費用は自分で出して、金利が 3.1 ぐらいだったかな。借り入れ期間が25年で、間取りが僕も、25平米の 1K ですね。駅徒歩が4分って書かれてる物件で、新築でした。利回りが 4% ぐらいですね。ですから僕なんで、買うと失敗するって言われて、大体 2.3 とかで今売り出してますね。昔借りてそのまま金利が変わらなかっただけなんですけど、持ち出しがあんまり変わらなかったので、なのでこのまま来ちゃったっていう感じです。買った不動産会社さんとの出会いについて伺いたいんですけど、ちょっとうまくやられたんですよね。から私買ってたことがあって、ワンルームってそれほど怖くないんだと、実はもうちょっとその抵抗感がなかったのもあるんですけど、実は自分と同じ珍しい名前でかかってきたんですね。で、同じ名前なんですよみたいな感じでかかってきて、あれアウトダメなんですよね。そっから保険になるとか将来はどうのことか、年金がどうのとか言われて、まあそうかなってこう系統していったというですね。電話っていうのはそのいらっしゃいますかっていう感じで、会社にはそのようにかかってきて、私の携帯を Siri ゲットして、で私の携帯にかけてきた。でお名前って当てずっぽなのか。要するに私がその区分マンションを買ってるというリストどっかで買ってるんですよね。多分勤め先は多分出てたはずなので、多分それでかかってきたんだと思いますね。なんかその営業担当者のなんか年代とか雰囲気とか、雰囲気は全然悪くなくて、で経済にも明るいし、ドル円のことも非常に、彼らは金利の状況もすごく知識も豊富で、こいつらと付き合ったら面白いかなって実は思うぐらいの人間だったんですね。30代ぐらいから35ぐらいの人間だったと思いますね。男性です。どっかで会われたんですか。はい、名古屋市内のレストランで会ってますね。初めて話した時の営業トーク、先ほど言われてた年金とかで、実はその時のって書いてたんです。最後詰めていくと残りがどうのこうのというような論理で、やったらそんなことないですって、そういうトークに私もそうなのそうなのそうなのと聞いたのを覚えてますけども、はい、だから銀行は変えた方がいいようなロジックをあの時は言われたんですけど、今と考えて我々はちょっと騙されてるなと思いました。で結局僕その4つは持ってたんですけど、新宿も2つ買ったやつと3つとも借り直しましたから 2.8 ぐらいだったかな。それが 3.5 になって帰ってきたんで、後でまたこれやられてるやんって、浅はかでしたね、非常に。営業マンの話し方とかって、その同活するとかって全然ないっす。逆に僕の意見をバッと受け止めて、全てそれをちゃんとソリューションできるような、営業の鏡のような男でしたね。今でもあいつ、そいつに会って、お前なんでそんなことしたんやって言いたいぐらい。よう知ってたじゃないかと、経済も全てねっていうような感じで、もう連絡取れませんが。
自分はその当時上場してる会社に勤めてたんですけど、大きな会社なんですね。で電話がかかってきたんですけど、こう順番にかかってくるんです。あの自分のところがかかってきたらで切るじゃないですか。次がかかってくるんです。で次がかかってきて切るとまた隣がかかってくるんです。代表から一番ずつこう電話ずらしてるんですよね。で電話を取って普通は切るんですけど、その時あの暇だったか何か分かんないんですけど、なんか喋りたかったんですよ。年金とかなんかくだらないと思ってたんで、何くだらないこと言ってんのって感じで喧嘩売ってたと思うんですけど、結局なんか話しちゃったんですよね。多分25歳ぐらいだと思うんですけど、こう田舎から出てきた素朴な感じの女性の方で、文句言ってもなんかこうずっとなんか聞き入ってるような感じで、その話してでなんか会うことになっちゃったんだと思うんですね。会社に来てくれるっていうので、で会ったらですね、その方と30代前半 の, あの先輩みたいな方がいらっしゃって、それでいろいろ喋るわけですね。とりあえず物件見てくださいっていうような感じに言われて、で物件見に行って、だけどもうなんかこう持ち出してやっぱり気になってたんですね。でどうしようかなとか思ってて、いきなりまた来て、であの100万円値引きしますって、あの諸費用を持ちますっていう感じで、100万円ってなんか大きいなと思ってですね、ああそれだったらとか思っちゃったんですよ。だけど実際元の値段が高いんで、あの100万円引いたところで、あの損してることは損してるんですよね。で2250万円なんですけど、多分原価は1600万から1700万ぐらいなんです。普通の値段だったら普通の広告出せば買い手がつくはずなんですけど、そんな高い値段で買うのはやっぱり素人なんですよね。見事にそれはハマっちゃったわけなんですけど。2回目に来た人はどちらの方だったんですか？あの男性の先輩ですね。あの電話かけて約束を取り付けるまでが女性の役割みたいな感じ でそこまで行ったらなんかこう先輩みたいなのが出てきて、それで話を取りまとめるっていうような感じだったと思います。でも女性の営業マンって割と親しげに親近感トークできませんか？人がいい感じですよね。あの別になんか頭が切れるとかそんなんじゃなくて、優しそうみたいな、ね、はい、あの絶対まず女性が電話かけてきて、あ、おって言ったら隣にお父さんがおるみたいな感じで、まあ、お父さんじゃないと話できないです。やっぱりポイントが全て言ってますもんね。一番最初のきっかけはあのこの買った不動産の前に一回電話でそういうのを来てて、最初に紹介されたのは、まあ、埼玉の方の 2DK ぐらいの広さで、まあ、ここ買って投資にしませんかって勧められてて、話を聞きに行って実際に物件を見て書類もらったけれども、で実際いやそれってどうなんだろうをここに持ってって、その場所のその広さでお客つけるのすごく大変ですよっていう話をされて、でそこで一旦じゃあやめますっていうので一旦切れて、じゃ あの自分でもできるのあったら教えてくださいっていうような話をしてたんですね。初めその埼玉の別の会社の方はどこに電話かかってきたんですか？あと自分の携帯にですね。あんまりこう自分の個人情報を守っていないようなのでどこからでも出てくるんじゃないかなとは思いますけれども。その店に行った不動産会社さんはどうやって選ばれたんですか？ネットですね。セミナーやってますよみたいなのがあってて、あじゃあちょっとこれ聞きに行くのにちょうどいいんじゃないかなっていうので行ってみたというか、その次1回切れた後にちょっといい物件ありますけどどうですっていうのを見に行って、その段階で自分があの派遣社員の勤続0年所持金あの銀行に100万ぐらいしかないみたいな、そういう属性ガタガタの段階で今の自分で始められるんだっていうので飛びついてしまったんですね。自分の月の給料と家賃収入を合わせて全額で換算してたんで、マイナス出てもそのマイナス分は貯金してるんだと考えてくださいっていうやり口ですよね。なるほど、月々それぐらいの貯金をしてって25年経てば物件がまるまる自分のものになって、で繰り上げ返済すればもうちょっと早く良くなってって、あこれはいけるんじゃないかなっていうふうに思わされてしまいましたね。前見た物件となんか違いはあったんですか？管理会社の問題なんですかね。25年のローンですけど、あの10年サブリースしますっていうの、35年サブリースしますっていうので、
あ、これは10年で切られると僕のローンがこれ終わるぞと、15年そこのサブリースがつかなかったら僕はこれ払い切れないぞっていうのであったんですよ。35年サブリースしてくれるっていうならとても安心じゃないですかと。そもそも の派遣社員の勤続0年でまともな銀行からお金が借りれるわけがない。なので今僕がこれで使ってるのがノンバンクのところで、で25年が上限だからローンを圧縮されるんですけれども月々の支払いが多くなる。これを買った後、1年ちょっとぐらいは自分買ったんだっていう高揚感でいっぱいでろくに何も考えてなかったんですけどね。1年ちょっと経ってちょっと待てよと月々こんなマイナスしてて年間マイナスになって僕は何をしてるんだと改めて勉強し直してった結果、あ、これは良くないやつだというのが分かるようになってったという形で、ちょっと共通してるなっていうところとか、あと逆に自分に とは違うなっていうところって何かありました？共通点はね、やっぱり僕サブリース、これ安心感、私が買ったやつはもうさ本当に35年なんですね。絶対やなったら、で絶対やってちゃんと、じゃあそれ書けやって書いて、でしかも売りたくなったら売っていいという条目もつけて、で俺定年になったら俺も辞めるから、じゃあ定年になったらその残高で買い戻すって書けって言って書かせて、全然ノープロブレムじゃんって言っていうのがやっぱりサブリースだったからですよね。でも後で聞いたら35年なんかないし、あと今新聞市場では減額、サブリースは減額が普通なんだよって書かれてるやつがほとんどなんで、かーっと思ったですね。家賃減額しますとかっていうのは全然なかった。なかった。だんだん下がってきますけれど、でもここしか教えてくれないんです、うん。自分は下がるっていうことは言わなかったですね。家賃って変動するんでしょっていうような話をしたら、もうさなんか下がったって話聞かないけどねっていう。でそれで、あ、そうなんですかって感じです、ね、なんかその契約書の読み合わせじゃないですけど、なんかそういうのって、細かい文言とかまで重要事項説明の中でサブリースは入ってないんで、それはちょっと割愛されてしまってますよね。自分は聞いたようで聞かないようなって感じです。ちょっと、聞き慣れない言葉が多すぎて、その時点で売るとは思わないですよね、うん、ずっと続きますっていうような前提で持って買うわけじゃないですか。で家賃がこう下がったり上がったりとか、なんかそのことをこう全然考えないんですよ、うん、むしろ上がるかもしれませんっていうのは言われましたねそう上がる可能性もあるんですかっていう、レストランでじゃあ会われて、はい、その後どれくらい期間があったんですか？彼らのその売り上げのそのやっぱり期間というのがやっぱり1ヶ月この時期にしてくれってかなりそれは言われましたね。で60歳で買い上げてくれる買い戻し特約がついてたらまあええかと思って、他の人にもすぐ買われちゃいますよみたい なんかそういう、それ言うと多分僕の性格だったらじゃあどうってなってたので、逆にそう言っていただきたかったんですね。それはなくて、あなただけのプレミアム感でやられたんで、あなたに持ってほしいんだということを逆に言われましたね。シミュレーションはね、先ほども言った通りサブリースがガチガチで2個で21万1000が入るんですよ。でそれのスレスレのお金で借金返すんです。固定資産税が出ます。なんか壊れたらうち私が負担しなあかんんですけど、多分それだけなんで、それほど持ち出しは最初多くなかったんです。だから購入したきっかけとしましてはサブリースがある、そしてスレスレながらそれほどマイナスにはなっていない。その頃はサブリースというのは庶民の味方やと思ってたぐらいなので、非常にそのあたりの安易な考えの行動の中にありましたね。シミュレーションの段階から、足が出るっていうのは書かれてて、はい、で実際もそのようにになってて、月々500円だけ上がるようになったんですよ。で500円かけるの12やから6000円ぐらいがその固定資産税に充当できる。新築だとやっぱり埋まるは埋まるものなんですか？そうですね。で足は出てますけど、結局新築プレミアムいうことでその例の節税効果も出るので、そこでリターンはもうちょっとあった、最初は当初あったと思います。だからきちっとしてこれがシミュレーションになっとけば、逆に、最初の3、4年ぐらいまでは節税効果でプラスになるぐらいの、はい、シミュレーションだったと思いますね。ありが
とうございます、はい、マイナスの収支でやってこられたんですね。これってどういうご説明でこのマイナスですけど大丈夫ですよみたいな、生命保険代わりになるとかなんとかって話だったと思うんですけど、結婚したのがそれぐらいだったと思うんですけど、当時生命保険ってかけてなかったですね。それとなんか不動産投資の勉強ができるっていうような感じで一月2万円ぐらいの持ち出したと思うんですけど、これぐらいだったらいいかなって、そんな感じでした。初めてだったので、うん、やっぱり家賃が止まるっていう、ね、庶民の味方ですもんねそうですよ、ね、家賃止まったらその家賃分自分の手出しになっちゃいますもんね、はい、それはなんかそれ考えるともう、はい、サブリス切れないんですけれどお話があってから購入まではどのぐらいの期間？1ヶ月半ぐらいだったと思うんですけど、その間に物件見に行ったりとか、なんかこう自分で考えたりとか、いろいろやって買ったのが1ヶ月半か2ヶ月後ぐらいでしたね、はい、営業マンとの連絡頻度は1週間に1回ぐらいだったような気がするんですけど、うんうん、そんなに頻繁じゃなかったような気がする、うん、すごく即決を迫られても買わないとっていう、それはなかったですね、はい、提案されたその1個だけ、部屋は何個か余ってたんで、そのうち のどこ選びますかって感じ、まあ、買ってからまた営業をかけられて、それで接待を受けたんですけど、うん、もうその時はなんかもう買う気になってなくて、で一度だけごちそうになって、それでもって終わりですね。ビルの一室で食べて飲んで、それで笑ってって感じ。まあその後こういろんななんか贈り物をいただいたんですけど、お中元とかちょっと高そうなアームとか、値段が張りそうな食べ物とか、そんなものが贈られてきて、だからあんまりこう自分の脇が甘かっただけで、会社に対してなんかこうなんか恨みとかそういったものはないんですね、うん、その人たちは今もおるんですか？おそらくいるとは思うんですけど、その会社も存続してます。あ、なんか潰れたっていうような話聞いてたんですけど、うん、どうやらなんか名前が変わっただけで、家賃収入の振り込みのなんか解散令が変わるっていうことの通知は来たんですけど、名前が変わっただけで別に値段が下がるとかそんなことはなかったんで、あ、そんなもんなんだなと。だから名前変わってることは免許取り直してるわけですから、なんかあるんでしょうね、うん、一社からここってなんかこう前倒産しませんでしたっていう話が出て、あとこのマンションってこう結構今10個ぐらい売られてるんですけど、何かあったんですかっていうような、そんな話もされたこともあります。これが新築2年目ではあるんですけれども、まだ入居者の人出てないからいいんですけど、入居者出ると新築って1割下がるじゃないですか。そうですね。それだったら僕の手出しは5になるっていう、なので中の今住んでる人が出ない前に売りたいなと思ってはいるんですけれども、やっぱ新築で買ってしまったので手出しなく売れないんですよね。残債がいっぱいあって、やっぱ夢の人生とか将来安心みたいな強調する部分はそこですよね。 でそこら辺のためなら月々4万ぐらいならいいんじゃないかなと思ったりしちゃうんですよね。でもこれで今2年経ったんで、総収支でそもそもマイナス100ついたっていう年間50マイナスになってますから、25年経って取り返せるのっていう部分すらありますね。今まだ持ってあるんですか？はい、まだ今処分すると400万ぐらい手出ししないと売れる値段にならないので、残債が今2200ぐらいなんですけども、もう物件相場が1800ぐらいなので、400万手出しするぐらいだったら月々4万払ってた方がまだマシだと。これ買った時にはなんとなく納得しちゃった部分と、まあ、自分の属性がこれに良くなる見込みはあるんだろうかっていうところも、そのあたりはあまりちゃんと考えてなかった部分と悲観してた部分があったので、うん、買えるんだったらやれるうちにやっとくべきじゃないかなっていうのと、今見返してみていかがですか？今は新築は買うべきじゃないなって思いますね。これを買って1年半ぐらいしてから金持ち父さんの話を読んでたりして、まあ確かに月々マイナスになるような物件持っててどうすんだっていうそういう頭は持てたので、うん、これは買った時にその頭持ててたら買わなかったですね、うん、誰か止める人はいなかった？
あんまし相談しなかった部分と、自分がこれまでアルバイトやってフリーターやって派遣社員になってっていう部分があったんで、自分でマンション買えるとかすごくないっていうところで舞い上がった部分があるんですね。で、自分こんなマンション持ってるんだぜって言いたくなっちゃったんですね。見返したいじゃないですけれども、そういう気分になっちゃったところがまた止まるところを見失った原因ですかね。まあ、自分の周りにそういうの買ってる人いなかったんで、貴公にもノーという人しかいないので、自分はそれは分からない、でもやるべきではないっていう人しかいない。その優越感を煽るような営業トークみたいなのもありました？これ変えるのがそもそもいい話ですよねっていう部分になってましたね。提案された物件もオンリーだった。そもそも僕が変えるのこれしかありませんよっていうですね。僕はそれしかないのか残念じゃなく、僕でも買えるの1個でもあったんですか、本当ですかっていう、今紹介してもらってる今しか僕にチャンスはないっていうふうに思っちゃってた部分なんで、そこら辺はなんか自分の思い込みが強かったかなと。やっぱ新築というのはやっぱりその時期にその時にしか出ないものですから、そこでちょっと舞い上がるというんじゃないでしょう、ちょっと入っちゃってる自分がいたような気がします。だからなんで買ったのかというのは後で冷静で考えたらいいってなるんですけど、自分を呪ったくなるようなこう気分になった時はいいんですがね、あの時のうちで気持ちを表現しようとても難しいですよ。自分やっぱ舞い上がってた部分がありそうですね。なんかね、変に大丈夫だろうと思ってしまったんですよ。将来日本は土地も値上がりするし、ワンルームなんか需要がねやっぱこう低くてあまたになるし、ひょっとしてもうゲーみたいな欲を書いたんでしょうかね。そういったものにちょっと取りつかれたかもわかりませんね。振り返るとその時は自分は冷静さを書いてたのか。やっぱり欲を書いてたんでしょうね、ちょっとね。次に運営の話なんですけど、運営中損失が出ていたのか、21万円で。そうなんですよ、21万円。これがね、サブリースの2つのこれ30年っていうね。それでサブリースを解約されてしまうんですよ、一方的にね。何年経ってないですよ、3ヶ月とかそんなレベルですよね。いや、笑うでしょう。9月に買って、11月ぐらいから入金がなくない状態になって、でサブリースが終わったのは4月か5月に行って、その後その会社はなくなるんですけどね。だから僕に買わされたのはちょっとこう、計画倒産があったかなと思うような悪質感。でサブリースなくなって蓋開けたらいくらやったと思います？ 68,850円と8万円で、21万円から見たら今計算したらどんだけ損してんねんみたいな状態で、サブリースが結局水増しされてたんですよ。蓋開けたらそれほど高く取ってなくて、募集を早めたんで家賃安かったみたいな状態で、その3ヶ月間だけはその業者さんがちょっと上乗せして支払ってたけどってことです。そうで、これが遅れてるやないかと言って、早く払えって言ったんが、これが確約書が出てますよね、これ絶対払いますからって、これこういうのも僕取りに行って、線量がない、振り込まれてないっていうところで気づいたんですか？そうです、コンピューターのミスのミスかなって思ったんですけど、はい、業者さんにまず電話され、当然です。ん、全然繋がらなくてやべえぞってちょっとそうでしょ思ったんですけど、それがこの主義になっていくんですよ。12月3日とか4日とか7日とか、ほとんど毎日これで戦いになって、マリオットで追ったり、コーヒーショップで、これ9月からずっとこうやって追っかけていくという形で、もうドタキャンされてますね。ドタキャンされて、もう悲惨な状態でなっていきます。これはご自身で綴られただから、今紐解いてみて、サービス終わると2件で5万8000円のマイナス、泣きながら電話したの覚えてるんですよ。ちょっとだけその会社の中にもで、こうお客さんに寄り添うような人がいたんで、その人にどないしようどないしようって言って、その人とつながったんですかね。その人もすぐ辞めていきました、その会社。確約書書いてくれた人です。この書いてくれた人が一応寄り添ってくれたんです。ずっととか言って、全然入金されてないんですかって、入金されてないってことが分かって、サブリース会社に入居者さんは払ってますよね、はい、そこを全部搾取して僕に渡さない、はい。でもこういうことすると、僕言ったのは、こういうワンルームがますますブラックになるよっていう話をした覚えはあるんですけどね。だから運営どころじゃなくなってしまうんです。いかに出口を探るかいうことで、5万とか6万でしょ、補填するにもどうしたいかっていう、一つのやり方はね、まあ、まず銀行に
この相談しましたよ、近隣ドライ化成。もう一つはあの毎月 の, あの分配金あるじゃないですか、ファンドの。あれをとりあえずお金をいくらか入れて毎月分配金であの補填して、で銀行通帳でなんとかマイナスを軽減しているような、そんなこともしたんですよ。で金利はね、あの相談してもらったらちょっと責めたんですよ。お宅これサブリースいきなり解約して、これ私のこのスキーム全然崩れてるのに、あんたはこれを見逃すのかと言って、それは書けないというわけですよ。でも私はこんな苦しんでるんだったら、ちょっと待ってくださいって 0.5% は下げてくれて 3.5 か 3.05 になりました。それだけでも6000ずつ少なくなったんで、今言った5万8000がちょっと少なくなったんですけどね。ワンルームが大嫌いになりまして、もうそれ顔向けできないですよね。もう七のパチで一人でやるしかないんで。で嫁は言うんですよ、売ったらええじゃんって、東京があって、売れるかいやみたいな、ね、2300万と2000円だから今プレミアムがついてるんで多分500万ぐらい乗っとるんでしょ。あ、大体700万ぐらいぐらい乗ってるということはやっぱりそういうことじゃないですか。1700とか絶対売れないじゃないですか、もうそんなパチパチにあのローンほとんどある。出ししないと売れませんね、残債を受け付けないと。それはちょっと難しかったんで。でもこれね、面白いですよ。補填しますって書いて、1年間か2年間は補填を1、2万してくれました。誰がしたか、そこの社長のお兄さん、お兄さんがその会社潰れて威圧をついて名前を変えて、で自分が代表者じゃできないのでお兄さんを担ぎ出してきて、その人にこれを見せて真摯にお父さんとやってるんですって言ったら、それは何とかさせてもらわなきませんね言って、そんな3ヶ月で潰すって計画倒産でしょ言って、いう話して、今補填してもらいながら、今はご自身でこの12月の去年で売ったんですけど、サブリースの条目僕読んだんですけど、向こうからは一方的に解除できるんです。こっち側からは解除できない。3ヶ月間のペナルティと半年間の猶予期間を設けなさいという条項が入ってましたね。転借なので、あのその今住んでる人を守るという名目上6ヶ月間の猶予期間があるということで、それで苦しみましたね。銀行担当者さんに対する思いじゃないですけど、はい、そんな融資しやがってみたいな、すごくありました。担当がすぐコロコロ変わるんですよ。文句言ってた人がまたどっか行きましたんで、転勤しましたとか言って、私あの何回か金利交渉4回やって参加成功させてますけど、全部違う担当者です。流れ知らないです。だからその案件その案件のつどつどしか対応できないってことですね。流れを知っちゃうと感情移入が入るんでしょ、あいつ苦労しようになったか思わせないんで、はい分かりました、はい分かりました、ちょっと待ちください、こちらちゃんと検討しますみたいな感じで、一件一件なんかそうやってあの事務的に処理されたんで、元々の銀行さんもちょっと驚かれますよ。そうなんです。でもその乗り移る経費も全部その私を騙した会社が持って、あの諸経費も持ってして、僕全然手出しなかった。でも彼らはやっぱり、信仰団体として対する信用を、ね、得るためにそうしたんだ言って、営業マンから僕後で聞いたんですよ。何ならことしたんだったらそう言ってましたね。その購入後に例えば融資審査とかで信用毀損してるなって感じたかった、むちゃくちゃして、あの僕その後マンション自分で自宅マンション買おうとした時に、やっぱりあの銀行とローン通りませんでした。持ってたら住宅買えないんですよ。なんか手ないですかって、フラットなら大丈夫ですって言われた。ただ変動金利の安いやつは借りませんよね。固定の少し高めじゃないですか、フラットさんでも。借りようとした銀行さんから言われたんですか。言われました。あなた予算借りてますけど、これ何ですかって、不動産ローンじゃないですかって。はい。ちょっと貸せませんね。言われたら貸してもらえると思いますよって嫌に言われましたから。勉強してからやるのと違いましたね。先に、はい、買ってから勉強したんで、ちょっと順番が。間違ってました。ただ買う前にこんなにしっかり勉強したかと聞かれると、僕はしなかっただろうなっていう。で多分勉強したらやめてますよね、どうですか。勉強したら手出しづらくなりそうですね。ですこれはダメだ、これはダメだ、これはダメだ、ですよね。思い切れませんよね。やったからこそもう止まれなくなったという。当初聞いてたあの持ち出しはあったんですけど、まあ自分もあの納得してたので騙されたとかそんな全然気持ちは全然なかったんですけど、だけどあの持ち出ししてたのはやっぱり気になってたっていうのがあったりとか、2年ぐらい前だったんですけど、ある日突然なんかこう不動産会社から
電話があったんですね。自分 の, あのマンション売りませんかっていう、そういった電話だったんですけど、どこで電話番号を聞いたのかはちょっと分かんないんですけど、いくらだったら売りますかっていうようなことを言われて、まあ、じゃあ2000万とかなんとかって言ったら、あ、じゃあその金額で売りましょうっていう、なんかそんなこと言われたので、一般媒介の契約書を送ったんですけど、で1週間ぐらい経った時ですかね、あの例の物件見に来ましたって、お客さんと一緒に行きましたって、お客さんがこう乗り気になってますっていう、だけど値段があの1400万なんですよってすごい下げ方何それって感じでいきなり切ろうかなと思ったんですけど、あ、ちょっと待ってください、10分だけ待ってくださいって感じで、あの話を始めて、その同じマンションを800万で売った人がいるんですよっていう、あのなぜ800万で売ったと思いますかっていうような感じで、これを持ち始める持っていると月々あのいくらずつのお金がかかっていって、で将来にわたってこれだけのお金を払わなきゃいけないんですよって、はい、うん、それって痛いじゃないですかって、今あのこの値段で売っちゃえばその支払いが止まるんですよっていう、そういった論理で迫ってくるわけです話にならないんで、それで切っちゃったんですけど、そしたらですね、私の電話番号がなんかあっちこっちに調べ始めたんですよ。2日か3日に1回ぐらいは私不動産会社ですっていうような、あの会社から電話がかかってきたりとか、あの借り入れのなんか金利を安くしませんかとか、あとはコンサルやってますとかなんとかっていう、なんかもうそんな電話がかかるようになってきて、で携帯の電話解約しちゃったんですよ。もう面倒くさくなっちゃって、本当にもうおそらく名簿に載っちゃって、その名簿が売られてるんだと思うんですけど、それがなんか本当に、うん、嫌でしたね。でもその初めにかかってきた電話の内容がちょっと気になってっていう感じですか？その時はあのドキッとしましたね。1400万だと明らかにあの持ち出しがものすごい状態になってるんです。実際に住んでる人がお金を払ってこのローンをかあの少しずつ返してるはずなんだけど、それにもかかわらず残債にも届かないような金額じゃないと売れないんだって気づいた時に、これはまずいなと思ったんですね。勉強にしてはちょっとなんか金額がでかすぎるんじゃないかっていう、授業料が高すぎるとはい、やっぱりなんか最初の段階で向こうからこう電話してきてるものを買っちゃうっていうこと自体がもう最初から間違ったなと思ったんですね。普通になんか考えれば適正な金額であれば別に営業さんなんて使う必要ないんですよ。普通の広告出してそれでもって買い手が見つかるはずなのに、わざわざこの電話をこう一件一件かけまくって、それでアポを取ってそれでもって押し込んでっていうような感じのことをやる必要がないはずなんですけど、そういったものを買っちゃった時点で自分は失敗したんだなと思ったんですね。まあ運営についてですけども、すでに4万のマイナスが出ておりますというところで、ただこれがやばいかもと感じるのに1年ぐらいかかっているので月々4万貯金箱に入っていってるのかなぐらいの気持ちで特にやってなかったんですが、あの不動産のことだから不動産屋に聞こうってことで、あのセミナーをあっちこっち行ってみて、で今自分こんなの持っててこんななんですけどっていう話をして、自分はまずここから何をすればいいのかっていうことを考えてたんですね。できればあのこのマイナス4を軽減できるような、なんかまた物件でも買えるんだったらそれがいいんじゃないかっていうような頭に流れてって、いやーちょっとこれあの銀行がお金貸してくれませんねっていうのがあったりしますね。やばいと思ったタイミング、あのいろいろ話を聞きに行って、新築ならあの人出たら家賃下がりますよと、家賃下がったら月々の持ち出し増えますよとっていうあたりから、あ、これはやばいっていう流れですね。いくらで売るのかっていうと、やっぱあの買い値で売るんですよね。でもそのシミュレーション当時見られた時は別に、あ、値段が下がるっていう頭がなかったのと、新築の区分マンションには広告費がどっかり載ってるっていうところを知ってなかったので、買った瞬間1割値段が下がるとか意味がわからないっていう。そのセミナーに行くとまずは売りましょうってなるんですか？いや、そうでもないですね。それをサポートできるように月々1万入ってくる物件でこんなのあるんですけどどうですっていうような話ですね。でじゃあそれ買ってみたら、ああ、じゃあ月々の収支はプラスになるんだな、でもそれ買うためのお金はないなっていう、じゃ あ, あのこっちの銀行じゃなくこっちの銀行から借りましょうって、
1軒目のところでそれで使っちゃってるからこっちの銀行から700万なら借りれますからっていうんですね。実はもう枠いっぱいだったんですか。枠は確か3000万上限なんですね、はいはい、で2500万使って僕の年収から考えて多分4000万が上限額なんで、うん、あと1500万ですねと。じゃあ700万2ついけますねっていうそういう話をしてくれるところはありますね。9900万さらに投じるんですよ私は。でもそれは出口戦略じゃなく決めててこいつを一緒に打ってキャピタルゲインでマイナスするものを内部通算で相殺してこの世界から卒業するというのが狙いだったんで、じゃないともう本当にマイナスがありすぎて卒業どころかずっとこれと一緒にね人生そのまま一緒に行く形になるので、うん、ニュースとかは受けられるから4.5ですよ。結果的に売却したそうなんですよ。私は結果的に売却した人間になります。僕借り換えのこともずっとやったんですよ。 4.5 は高すぎて、うん、全部跳ねられました。同じ静岡にあるところが600万円の担保金をよこせと、そしたら 3.6 で貸してあげようって言われたんですけど、金利交渉は下げようってしました。で 4.5 でいろいろやりとして 3.2 に下がりましたので、その隣の銀行には借りれんでよかったんで、で 4.5 ではちょっと回らないですよ僕のスキームで。やっぱり3点台じゃないとプラスが出ていかないんで、やっぱり 4.5 で借りてどれぐらい期間を空けて2年ぐじぐじしました。僕はだから買ってから4年で手離すんですけど、4年は短期上等って言いまして 40% ぐらい取られるんですよ税金が。ワンルームが損してるんで、それと内部通算すれば同じ年ならばプラスマイナスがいけるので、2017年もう全部3つもう破竹の勢いでした。時間的にはどのくらいか、ワンショーの方は2011年でだから7年、もうずっと売却を検討しましたけど電話がバンバンかかってくるんですよ。やっぱ売ってくれ売ってくれ売ってくれで、もうすごい値段で言いますから1200万円とか絶対無理じゃないのみたいな感じで、でもいつかはそんなねいい話もあるかなみたいなちょっと繋いとったんですけど、やっぱりもう絶対そういう話なかったんで、もう最後に引き抜きました。もうずっとかかってきますもん。で売却がなんと2300万円のやつが1500万、800万のゾーンね。で2320万が1450万、気の遠くなるような損失ですよこれ。残債からするとですね、一つが550、もう一つが600、1150じゃないですか。9900万で買った一等がなんと1億トンで850万で売れたんですよ。でほぼほぼプラマイゼロ、プラスが1200万ぐらい、マイナスが1150万ぐらい、恐ろしかったです。その売却をお願いした不動産会社さんはどういう経緯で販売してくれたところがやっぱり全部資料を持ってますので、やっぱそこでまず頼みました。でもそのワンロームに関してはまず僕何をやったかというと大手に行きました。そこでちゃんと査定価格を出してもらって、買った人は一人は2000万で 2.8% ってことなんですけど、投資用として買われたみたいですね。で2つ目ちょっと分かりませんでしたけどね。で自分と馬の合う営業マンと僕はよく話しました。話がうまいやつは僕は あまり逆に選ばずに、僕とつでもなんか話がうまくないというか本当のことを言ってくれるやつの方がだから、うん、でそいつが僕のその一棟建てのやつともう一棟のやつを売ってくれたんで、買った時の人とは違う前種の人のなんか信頼したくなりますよね。でもそうですね、人でしょうね、会社じゃなくて。その会社も決して大きくはないんですけど真面目なやつで、不動産の価格が上がってるっていうような話をよく聞くようになってですね、今だったらなんかちょっとまともな値段で売れるんじゃないかと思ってですね、査定をお願いしたんですけど、一社から本当に早く電話がかかってきて、お客さんが2人いますっていう人がいたんです。会ってきますので、とりあえず売買契約の方を出してくださいみたいな、なんかそんな感じでも電話があってでお願いしたんですけど、そしたらですね3日か4日ぐらい後になって買い手がなんか2人いますっていう話が始まって、自分はもう本当に1650万ぐらいかなとか、1800万だったら売っちゃってもいいかなとか、なんかそんな適当な感じで考えてたんですけど、そこの人が言うにはなんか1750万とかそれぐらいの値段でこう買い手が出るっていうようなことを聞いたんですね。
サブリースだと1600万か1650万なんで、とりあえずはもうサブリースやめましょうっていう、夜勤はかかるんだけど、それだけなんか高い値段で売れるんでっていう、そういったことを言われたんで、あだったらやりますとお願いしたところ、法人の代表者みたい でそこの法人で現金で買うというような話だったんです。現金で買うんだけど1700万円だっていうような話だったので、1700万円どうしようかなっていうようなことを考えてたら、サブリースやめて引き渡しをこう3ヶ月延ばしますから、それの分の家賃が入ってきますっていうような、そんな話をいただいたんですね。自分がお金を出すわけじゃないんで、こう飲みやすい条件ですよね。こっちとしてもお金が入ってくるんで、まあいい条件かなと思って、その法人の会社さんに売却しました。でも2250万円で1700万円で売れたんですか？はい。何年でしたっけ？10年ですね。それ残債は上？いや、残債がありましたよ。150万ぐらい手出しだったんですから。今逃しちゃうと本当に売れないんじゃないかなっていう気もして。あ、僕のところにも手紙が来たんですよ。その物件2140万で買おうとしてるお客様がいます。ちょっと電話してみて、ちょっと資料くださいって話と、あと売買契約書を送るんで書いてくださいってなってやってたんですけども、ちょっと僕それ送り忘れてて、ちょっと時間空いちゃったんですよ。でどうなりましたかって来たんですけども、むしろその2140万のお客様どうなりましたかって返して、まだいますよ嘘つけいって言いましてこれそもそもそのお客さん急ぎなんで電話してくださいってやつで、それの話をしてからもう一月以上経ってるおい急ぎだったんじゃなかったとそれがリアルかどうかわからないですもんね。もともとこれを買った不動産屋にもやっぱ売りたいんでっていうんで、その会社が結構でっかいところで、売買と賃貸といくつか部門あって、で売買の方にお願いしてるんですけども、そっちには高い値段でつけてますね。なるほど。新築を作って、で全部自社管理して、区分で売るなり一棟で売るなりしてるから、安心感はですよね、ありますね。で結構歴史ありますし、そこで買って、今後どうしようかなの部分ですけれどね、売るにしても手出しいくらまでなら自分は耐えられるだろうかというところですが、そこっすよね。今は手出し100でもしんどいぐらいなので、残債に対して100ってなったあと何年入居者が抜けないまま持ち続ければそこまで残債が減るだろうかというところなので、一回のところでひどい目にあったのが、一回繰り上げ返済してるんですよ。ただの方の連絡をしたところ、繰り上げ返済で月々の返済額を減らしたいですっていう話をしたら、それできませんって言われて、もともとの25年の300回払いですかね、それを減らすことしかできません、最初の契約でそうなってます、そうなんですかっていうところで、そこは減らすで納得して100万繰り上げ返済したんですけども、それをさんの担当の方に、いやこんなこと言われたんですけどどうなんですって聞いたら、そんなことありませんよって言われて、10回分ぐらい短縮されたんですけれども、それよりも月々4万を3万5千にしてくれた方がよっぽど嬉しいっていう。さんはそのノンバンクしかダメだったんですか？いや、僕の属性が悪いんです。そういうことですか。僕に対して融資してくれるのはノンバンクしかありません。もしくは公庫ならまだあるかもしれないんですけど、あっちの方はまた年数短いですし、ね、短いもっと短いですね。15年もっと辛くなるっていう、なので、あのタイミングでやるべきではなかったんですね。やっぱ不動産投資は自分の属性を整えてからやるということであって、でやれると思って今しかないと思ってしまったから、こんな結果です。どうするかなっても考えるんですけどまだ若いでしょ、はい、30持ち続けても、月々4万なんで、5万になってもまだではあるので、折り合いがつくタイミングまでは持ってるしかないなっていうところですけど、なので一応高い値段で出てるやつを、興味持ってくれて買うって流れになると嬉しいんですけれどそもそもだって検索に引っかからないんですよ。表面利回り 5% 以上とかっていうので引っかからないんですよ。そもそも人の目に止まらない物件だから、やっぱり電話が来ますね。売ってください、買ってください、不動産投資やってる人に
電話してるんですよっていうので、多いタイミングと少ないタイミングなんかありますね、波が。まあ多い時って新しい会社から週3ぐらい来て、ただない時は1月ぐらいなかったりするんで、やっぱあの繁忙期じゃないですけど。でもすごいですよ、同じ会社から違う担当がバンバンかかってそうなってくると僕も大体みんな新しい気持ちですね。で、あの前の話した内容を言ってくれたら、あ、この人前話したことある人なんだってまあどうせ買ってくれないだろうからってことでこっちの記憶に残らないんですけれども、25年なんで案外早く、普通よりも10年早く自分のものになるので、若いしそれでやればいいんですけど、新築なので25年経った時に家賃がいくらになってて、そこの地域の問題がありますね。まあ東向島、僕の一棟建て満室経営されてましたけど、どこへ思います？常磐線っていうんですか、の天皇台駅の徒歩4分のところだから、普通僕買った時田んぼがあったりコンビニエンスストアがなくて、でもフロアその木造のアパートしかないところに RC が建てたんで、それはちょっと需要がありそうですね。でまあまあ結局最後まで満室で、お客さんにも満室でお届けできたんで、すごくもったいないもったいないって言われたんですけど、いやもう俺はこのワンルームから脱出したいんで、で買ってくれたのはあのやっぱ千葉のやっぱり相続関係の方で、キャッシュですよ、1億円バコーンって20秒抜いてくれました。バーッて1億円入ったんだ、パーッてすぐなくなりましたから一瞬1億円でもまあそんだけ価値があるから、あのだいぶプラスで売れたわけですね。そうですね、だからいい時期だったんですよ、うん、僕本場卒業したの12月の14日っすよ、うん、去年のだからまだ1ヶ月、うん、もうむちゃくちゃ今ね僕ね肩軽いっすそういう中で今後もやる不動産投資、不動産に関わるものは投資したいなと思ってるんですけど、その現物じゃなくて、現物はすいません、しばらくはやらないと思います。本当に儲けるとしたら時間が必要なんですよ。不動産会社にいろいろ行って、で物件を見て回ってっていうようなことをこうずっと繰り返さないと、こう儲かる物件って買えないんですよ、うんうん、そうなってくるととてもじゃないけど、こう片手間でできるようなものじゃないので、うん、もうちょっと暇になってから、おじいちゃんになってから多分やると思うんですけど、それまではちょっとできそうもないなっていう感じです。まあこのやめられないなりに、まあよくできる方向を考えていきたいなとは思いますね。直近の月々マイナス4万をどこかしらで補填できないかで、あの株と FX と、あの最近はまだアカウント作ったばかりの仮想通貨を、なんかやっぱり総じてですけど、その新築の区分って良くないなっていう感想ですかね。新築の区分は何ですかね、きちんと目的を持って、もともと属性が良くて自分の収入が良くて、でかい買い物をしたせいで赤字になっちゃった、そういうふうになりたい人のためのものだと思うんですね。自分に向けて何と教えてあげたいかっていうのを、何回の時で俺やめんかったんかと思いましたね僕自分を呪ったのはそこなんですけど、まあけど無知というのは怖いですね。だからいい経験したと思ってません、今となっては。はい、あのなんとかあのさっとこうスッとしてるのはそこなんですけど、じゃあ当時の自分に声をかけるんだったら、まあアホと赤者とドアホと一言言いたいですね。あの不動産投資で成功した人に会ってからやりたかったなと。こう不動産投資の学校に入ったんですけど、講師とかやってる方は100冊まず本を読んで、で100件こう回って、それでやっと買えるかどうかっていう、そんなことを言ってるんですね、うん、それぐらいやらないと、うん、多分お金って儲かんないんじゃないかと。儲けてる人を探して、で話を聞いて、それからやるべきだったんじゃないかなっていう気がして、一言で声かけて、多分頭殴ってなんかもうちょっと考えろじゃないですか。いや、これ買ったあたりがまたあの自分がちょうど派遣社員として仕事始められたぞやったのところの気分がまたちょっと高揚感があったせいで、浮かれてた部分がいろいろと重なってたんですけれど、あの時の自分に言うとしたら、今じゃなくていいぞ、慌てなくていいぞと。
じゃあこれも最後に一言ずつ、買った不動産会社に対して。いやまああなたも苦しかったんだと思いますよ。それを思うとね、何も言えないですけど、やっぱりね、誠実というのが一番だと思いますから、今あなたがどっかにいるならば、ちゃんとした仕事でちゃんと人に沿って、お客様に沿ってやっていただいてほしいなと思います。誠実にやってください。ここでお話聞いてると、自分がなんか担当していただいた営業マンさんって結構いい人だなと思あのいろいろこうお中元とかいただいて、なんか気をかけていただいてありがとうというしか感謝の気持ちしかないんですけど。自分みたいな属性のやつに不動産勧めないでください。夢見ちゃうんでやめてくださいもうちょっと現実を見させてからちょっと出直しておいでって言ってほしかったです。ご視聴ありがとうございます。楽町チャンネルでは、初心者でも安心して不動産投資ができるように、中立な立場から本当に役立つ動画を作っていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。